ザこれで終わったのか。とんでもねえやつだったぜ。はい、もう近くに魔性の力は感じません。ああ、私の毛が抜けなければこんなことには。大いに反省します。ムック、抜け毛多いからね。あら、新しい仲間の方？ムクムクのムックですぞ。どうぞよろしくお願いします。私はロゼッタ。その毛、ちょっと触っていいかしら？まあ、素敵な手触りね。いやあっ、もう変な声出さないでよ、ムック。くすぐったいですぞ。片付いたか。まったく、人を驚かせるのも大概にしてほしいものだ。驚いたぜ。怪盗ってやつがトリック使うってのはマジみてえだな。先生、ちょっといいですか？どうした、サーヤ。どうも今の魔物、急ごしらえな感じがあります。もしかすると怪盗シャノワール、焦っているのかも。なるほどな。奴がこの状況を焦っているとなれば、この3人の中に奴がいるという推理は当たっていたということになる。怪盗シャノワールを刺激しないよう慎重に情報を集めましょう。では次に話を聞くのはあなただ、従業員殿。わかりました。ではまずは何から聞こうか。このカジノの従業員です。仕事の内容は？リーダー、片付け、ご案内、何でもやります。ちなみにカジノで働いてどれくらい経つんですか？あまりよく覚えていません。
ここで働き始めて、あっという間に時間が過ぎていきます。団長さん、気になりません？この方の喋り方。その喋り方って…ちょっと風邪をひいてしまいまして、喉の調子がよくありません。ゲホゲホゲホ。独特の喋り方をされますが…はい、私の生まれ故郷の言葉です。ちなみに、どちらの生まれなんですか？その忘れました。ゲホゲホゲホ。自分の生まれ故郷なのに？その辺にしておけ、ソーヤ。あまり追い詰めるとかえってこちらが不利になりかねん。あ、そうですね。私たちが怪しんでいることを悟られない方がいいかもですね。では何について尋ねるかね。無論ここで働かせていただくためです。どうしてこのジュエルリゾートで働きたいと思ったんですか？クリス様にご褒美をいただきたい一心で。ありがとうございます。この緊急時にまでバカを言うんじゃない。私はこのジュエルリゾートの奴隷どもこんな風に教育した覚えはないのだが。では何について尋ねるかね。はい、ご主人様のご命令を受け。ご主人様ってクリスティーナさんのことですか？いえ、何でもありません。ゲホゲホゲホ。ホールに魔物が出た時、私はちょうど休憩中で、いや、買い物に出ようと思っていたのかな。確か何はともあれホールにはいませんでした。なるほど、ありがとう従業員殿。先生、やっぱりこの人なんか引っかかります。むしろ全体的に引っかかることだらけだが、その中でもひときわ匂うことを言っていたな。ご主人様のご命令でゲホゲホ。なんだか気になりますね。では何について尋ねるかね。それでは従業員殿への質問を終了するが、いいか。さて、この場ではあまり深く突っ込まない方がよかろう。ふむふむ、そうですね。後々少しずつ情報を引き出して決定的な証拠に結びつけましょう。何せこんなに怪しい人は初めて見ましたから。だな、あれ完全に黒だぜ。では次に。うわ、魔物です、魔物です、助けて。またかよ、今度は従業員の兄ちゃんを狙ってやがる。まずいな、怪しんでることを悟られたか。それで奴を消そうと。どうでしょう。とりあえずあの魔物を倒すぜ。さっきより強いみてえだ。気をつけろよ。
滅び消えさ。さすが滅びと。よし、さてまた一難。この名探偵バロは最大の危機かもしれん。怪盗シャノワールにまつわる事件でここまで危ない目に遭ったのは確かに初めてですね。その怪盗ってやつも焦ってやがんのか。っていうか何が目的でこんな面倒なことしてんだ。怪盗シャノワールの目的ははっきりしていません。ただ私思うんですけど、欲しいものがあって盗みを働くというよりも、なんだか世間を騒がせること自体が目的のように感じることがありますね。なんだそりゃ、ただの目立ちたがり屋ってことか。何の根拠もないですけどね。女の勘ってやつです。でもその女の勘は侮れませんよ。同感だ。月に愛された女の勘にはどんなディーラーも勝てん。恐ろしい。さて世間話もそこそこに、次はテレーズ殿、あなたを尋問する。私ですか。申し訳ないが、例の広間に避難しなかった者は全てが容疑者だ。仕方あるまい。お客様の安全のために戦ったとはいえ反論できん。お前自身の手で身の潔白を証明しろ、テレーズ。はい、わかりました。では何について尋ねるかね。私はバニーガールです。ホールでお客様のお相手をするのが仕事です。なるほど。他にどのようなお仕事を。これといって特には、たまにお客様とカードで遊ぶことはありますけど、特に怪しい点はないな。言っていることがおかしい気がしますけど。では何について尋ねるかね。昔からこういう華やかな職場に憧れていて。大人になったらきっとカードで人を楽しませるんだって、いろいろなゲームのルールを勉強しました。元はディーラーを目指していらしたんですか。実はそうだったんです。あ、でも現状に不満はありませんよ。バニーガールという仕事は誇りを持ってやっています。お客様のゲームのお相手をするのもとても楽しいですから。テレーズさん、どうしちゃったんでしょう。バニーの格好すっげー恥ずかしそうにしてたのにな。では何について尋ねるかね。ホールに魔物が出てすごく怖かったです。ご神用にと剣を渡されましたが、
あくまでこれは飾りのようなもので、もう本当に怖くてずっと逃げ回っていました。あのテレーズがか？どうしちまったんだ急に。では何について尋ねるかね。それではテレーズ殿への質問を終了するがいいか。こんなところでしょうか。なるほどな、怪しい部分もないではないが。そうですね。でも全体的に筋の通った証言でした。ところで先生、なんだか嫌な予感がしてきました。何？一箇所に意識を集中させて裏で準備をするのがトリックの上等手段です。もしこの尋問自体が回答者のワールの罠だったとしたら、そんな予感がしてしまって。なるほど、それは急いだ方が良さそうだな。はい、回答者のワールが何か始める前に決着をつけた方がいいと思います。それでは団長君、今から少々荒っぽいことになるぞ。その荒っぽいことってのは何なんだ？これより怪盗の捕獲作戦に入る。おいおい、ずいぶん急な話だな。そうだろう、おそらく奴にとっても想定外のはずだ。怪盗は先ほど尋問した3人のうちの誰かです。それはきっと間違いありません。あの尋問の内容から怪盗を割り出し、この場で捕獲するぞ。怪盗者のワールは手強い相手です。団長さんの力を貸してください。なんだか緊張してきました。怪盗者のワールは素早い動きと数々のトリックで人を翻弄します。しかし彼自身の戦闘能力はそれほど高くはないはずです。それを機械の手下を使って補っているというわけだ。怪盗者のワールは常に機械の手下を従えています。おそらくこの場にもいるはずです。つまり3人の容疑者のうち少なくとも1人は手下が化けていると考えるべきです。私の推理ではこの場にいる手下はおそらく1人。精巧に人に擬態する手下を複数用意するだけの時間はさすがになかったでしょうし、つまり人質は1人。これまでの証言から怪盗と手下を推理して倒してください。それと無実の容疑者を倒してはいかん。奴に逃げる隙を与えることになる。そうなればこれまでの調査が水の泡だ。しっかり推理してくれ団長君。戦いの中で手がかりをつかんでもいいが、不安なら今のうちにさっきの尋問をおさらいしておきたまえ。容疑者たちの証言は私がすべてメモしています。ご覧になりますか？ではまずは何から聞こうか。それではヘクター殿への質問を聞けることは。何か推理に役立つ情報が見つかりましたか？
容疑者たちの証言は私が全てメモしています。ご覧になりますか？それでは準備完了ですね。怪盗捕獲作戦を開始していいですか？それでは行きますよ。うん、行くぜ。はい。推理はできたか？大したもんだな、団長君。まさか私の完璧な変装を見破るとは。考えればわかること。俺が誰だか忘れたのか？そうだな、この怪盗シャノワールを追い詰めたただ一人の男、さすがだよ。どのように特定に至ったか、私たちの推理を披露したいところですが。今は怪盗を捕まえるぞ。この場で何としてもだ。それでお前はここに何をしに来た？予告状に書いたつもりだが取り戻しに来たのさ。大事なものをね。大したことをやってくれるじゃないか。お仕置きを受ける覚悟はできてるな。他人の迷惑を顧みていたら回答は務まらないよ。何、用が済んだらすぐに去る。他に求めるものはないから。そしてそれは君にとっても利益となるはずだ、クリスティーナ。何だと？さて、それでは私はここで失礼するとしよう。待て、逃がすものか！さて、君たちは知りたがっていたね、この従業員の正体を。この機械兵の起動があと一瞬遅れれば私の負けだったよ。トリックの常套手段、そこに気づくとはなかなか鋭い。いい勘をしているよ。しかし、私が何を準備していたのか、そこまでは思い至らなかったようだ。本来、ここまで荒っぽいことをするのは心情に反するが。残念ながら捕まるわけにはいかない。この怪盗のプライドがかかっているのでね。逃がすか！相変わらずいい腕だ。やはり君はライバルと呼ぶにふさわしいよ、名探偵。
くっそ、とにかくこいつを倒すしかねえぞ。さっさと済ませるぞ。ふっ、わかん、あっ、寒さなんかに負けるか。潔し、大事ないか、我が信徒よ。奴を取り逃がしてしまったようだ。惜しいところだったんですが。あれが怪盗シャノワールですか。なんと恐ろしい。あの怪盗、テレーズたちをどこへやった。私の奴隷どもに手を出すとは、ただでは済まさん。テレーズさんたちはきっと無事です。あの怪盗シャノワールはそういうプライドを持った人です。ですよね、先生。ああ、しかしあんな物騒な機械兵を持ち出したのは初めてのことだ。あれほど自分のやり方にこだわる奴が、まさかな。プライドがどうとか言ってましたね。そういえば捕まらないことにプライドを持っているのかと思いましたが、もしかすると怪盗シャノワールとしてのプライドに関わる部分なのかもしれません。怪盗としてのプライドか。助手の姉ちゃんばっかり推理してんだ。ん？そういえば確かに助手のサーヤさん主導で操作しているような。君のことだ。何か考えがあるんだろう。それはだな、 ある意味教育の一環というか、実践訓練というか、この程度の事件自力で解決してほしいという、ある種の親心だ。そうは言うけどよ、この状況結構やばいんじゃねえのか。なんかあの怪盗の野郎、機械兵とかいう物騒なもんまで持ち出してきてるじゃねえか。それはまあ確かにそうだが。探偵のおっちゃんはあの怪盗の野郎をいいところまで追い詰めたって話だろ。じゃあ探偵のおっちゃんの推理でちゃっちゃと怪盗の野郎をとちめてやろうぜ。なんか B さん楽しそうですね。バーナー、オイラちょっと見てみてんだ、探偵のおっちゃんの推理ってやつを。
そう言われると私もです。そう純粋な目で見つめるな。だがバロア君、子供たちに期待を向けられては君とて引くに引けまい。そうだな。よし、ならば見せてやろう、名探偵バロア流の捜査というものをな。さて、まずは証拠品を集めようか。これまでの奴の行動からして現場に何かヒントになるものを残す、それは間違いない。そうですね、それが重要な証拠になることもあれば捜査を撹乱する場合もありますが。何にせよ奴の痕跡を探して損はない。行くぞ団長君。潔っ、ファイトオーナー。大事ないか我が神。花か。ラウンジに飾ってあったものでしょうか。ラウンジに飾ってあったはずのバラがこれ見よがしに一輪だけ。怪しい。なんだかバラの花って怪盗シャノワールが好みそうな雰囲気もありますしね。確かにいかにもキザな回答らしいな。でかしたぞビー君、これを証拠として保存しておこう。さあや、調査記録に証拠発見の状況を記しておいてくれ。はい先生。わあ、ビーさんすごいです。へへん、オイラだってやるときふう、怪しい物品が次々と見つかるな。あれから見つかったのは4点ですね。見つかった順に、客室のものと思われる鏡と、お菓子に焼き印を押すための焼きごて、それからホールで使われるろうそくと未使用の植木鉢、これもホールで使用される予定だったようです。どれも別の場所から盗まれてきたもののようだ。やはりこれには怪盗からのメッセージが隠されていると見ていいだろう。なんか証拠に脈絡なさすぎてな。あの怪盗の野郎が何を言いたいのか分かんねえや。そうだな、こういう暗号にはきっと解読方法がある。例えば、そう、手に入れた順に頭文字を並べると、バラの花、鏡、焼きごて、ろうそく、植木鉢、バカヤロウ、バカ野郎。誰がバカ野郎だ。また一本取られましたね先生。おいおい、子供のいたずらじゃねえんだから。おのれ怪盗め、くだらないことにこりよって。行くぞビー君、
今度こそ奴の尻尾をつかむ。カイドウ出てこんか貴様。バロアさんすごく怒ってます。まああんな回りくどいやり方でバカにされちゃ誰だって怒るぜ。まあどちらかというとこっちの方が怪盗シャノワールらしいというか。お、それは一体どういうこと？怪盗シャノワールの手口って手下の魔物を使うこともありますけど、基本的には子供のいたずらのような無邪気なものが多いんです。ほら見ててください。うわ、誰だこんなところに黒板消しを仕掛けたのは。今度は水鉄砲だと。虫が落ちてきたぞ。片付けてくれ。さあや。うわあ、こりゃ本当に子供のいたずらみたいです。さすがに今のは幼稚すぎですけど。だから機械兵なんか持ち出したのがちょっと信じられなくて。プライドがどうこう言ってやがったけどよ、手口が違うのは関係あんのかな。そうですね、明らかに冷静ではなかった。先生、急に立ち止まってどうされたんですか？心が折れた。え？おいおい、探偵のおっちゃん、諦め早すぎだろ。いや、もう諦めた。何言ってるんですか。こんな子供のいたずらに付き合ってられるか。俺は帰る。テレーズさんたちはどうなるんですか。あとバスさんの銃も諦めよう。変な吹っ切れ方しないでください。まあまあ、気を取り直してまた捜査すりゃいいじゃねえか。断る。俺はもうここをてこでも動かんぞ。そんな、先生、今まで諦めたことなんて一度も。だがサーヤ、実際のところお前がいれば十分だろう。洞察力、知識、勘、どれをとっても俺よりよほど探偵向きだ。あとは任せた。俺はダメなんです。先生は諦めちゃダメなんです。先生じゃなきゃダメなんです。そうよ、怪盗に立ち向かうのは先生じゃないと。そうじゃなきゃ怪盗がいたたまれないじゃないですか。あ、怪盗がなんだと。だって先生はかつて怪盗シャノワールを追い詰めたたった一人の男じゃないですか。
あれはマグルだ。知ってます。というか全部バレてます。まぐれで怪盗を追い詰めたことに気をよくして探偵を名乗ったヘッポコだということも全部知ってます。ならば無理して俺についてくる必要はなかっただろう。それは、でもそれとこれとは話が別です。少なくとも怪盗にとっては。怪盗にとって。サヤ、さっきから何を言っている。もうどこまで鈍いんですか。気づかなかったんですか。先生宛ての予告状だけ香水の匂いが少し変えてあること。何、香水が。先生は特別なんです、怪盗シャノワールにとって。たとえ名ばかりのヘッポコ探偵でも一度は怪盗シャノワールを追い詰めた宿命のライバルなんです。バカな、まさか奴が本当に俺をライバル視していたとは。私にはわかります、あくまで勘ですけど。でもいいですか、誰かのために謎を考えて念入りにサプライズの準備をして、お気に入りの香水をつけて送る手紙をなんて呼ぶか先生知ってます。好きって書いてないだけでニュアンス的にはラブレターですよ。これ完全に。そこまで怪盗に思われているのにないがしろにするなんて先生最低です。さや、俺は。カハン。お前は怪盗シャノワール。お前がか。この姿をお見せするのは初めてだったね、団長。それからビート、ルリア。何をしに来た、貴様。まさか俺たちにおとなしく捕まる気か。まさか。サーヤというお嬢さん。そう、君の助手が興味深いことを言っていたからついね。私が妙な気を抱いていると思ってもらっては困るが、私にとって君が特別であるということは確かだよ、名探偵。我が宿命のライバルという自覚は持っていてくれたまえ。貴様、わざわざそれを言いに来たのか。もう一つ興味を持ったのさ、団長、B、ルリア、君たちに、ね。オイラたちに？君たちの活躍、楽しませてもらっているよ。お礼をしなくちゃいけないな。うわっ！すごい！また煙幕かよ！気をつけろ！何が出てくるか。いたずらって言われてもオイラ納得できねえよ。チクショー、とりあえずこいつ片付けるぞ。油断はしない、次に行くぞ。
やつめ、人をバカにして不意打ちとは。なんだか別の用があって来たような印象を受けましたが、勘ですけど。あの、何か機械兵が残していったようです。なんだこりゃ、ポーションか何かか。何個も落ちてるみてえだが、なんだかいい匂いがしますけど。これは香水か。怪盗が残していったもので間違いないでしょうけど、この匂いは。あれか、さっき助手の姉ちゃんが言ってた探偵のおっちゃん用の匂いってやつか。いえ、これは普通の相手に予告状を送る時の匂いですね。そうか、これが怪盗の香水か。よくよく考えてみれば。何です、先生。やつはこうしてこれ見よがしに証拠を残しているのだ。バス殿の銃に関しても何か証拠を残しているのではないか。というと。奴に銃を盗まれた時、例の予告状はありましたか。いや、見ていないな。なるほど。それは重要でしたね。見落としていました。となると事後に予告状。それ予告って言わねえんじゃ。しかし奴が銃を盗むだけとはどうしても思えない。バス殿に向けて何らかのメッセージを残しているはずなのだが。バスさんの部屋に何か残っているかもしれませんね。だが私が部屋を出るときには何もなかったのだが。ほんの小さなことでもいいんです。何かありませんでしたか。ふう、ここでいろいろ聞くよりかよ、金持ちのおっちゃんの部屋に行ってみた方がいいんじゃねえか。そうですね。私たちが改めて調査することで新しいことがわかるかもしれませんし。というわけで申し訳ないが、マス殿の部屋を一度見せていただきたい。奴が盗みに入るとき必ずどこかに痕跡を残す。人をおちょくったような証拠をね。そう、ちょうど今回のバカ野郎のように。目立つところには怪盗のメッセージらしいものは見当たりませんね。ちなみにバス殿は普段からずっと銃を肌身離さず持ち歩いているので。いや、私の銃は普段はこの箱に入れてあって。お、銃あるじゃねえか。これはどういうことなんでしょう。予想外でしたね。まさか怪盗が盗品を戻すなんて。確かにそんなケースはこれまで見たことがない。うわ、こんなところまで機械兵かよ。だが今回ばかりは当たりと言わざるを得ないな。確かに重要な場面ではこの機械兵が出てきますからね。程度のやつならオイラたちがちゃちゃっと片付けてやるぜ。
いつまだ動くぞ。あ、ビンさん、星小獣です。いや、また急に出てきやがった。あの星小獣は機械兵を狙っているのか。どうもそういうことじゃないみたいなんですけど。欲望を司る悪魔と呼ばれるくらいですから、バスさんの銃を狙ったんですかね。ともあれ銃はきちんとしまっておこう。傷でもつけたらいけませんしね。ところでバス殿、例の怪盗の痕跡についてだが。おや、バス殿は。そういえばさっきから見かけてませんけど。まさか機械兵と戦っている間に怪盗者のワールにさらわれたとか。バカな、このタイミングでか。偽怪盗にって線もあるけどな。くそ、何から何までおかしなことになってきやがった。部屋の中にはいないようですね。はあ、くそ、バス殿。なあなあ、なんか部屋の隅っこに予告状っぽいもの見つけたんだけどよ。見せてみ。なんだこの匂いは。さっきから妙な匂いがすると思ったら、匂いの元はこれだったんですね。香水がかかってやがんだよな。おいらも鼻が曲がりそうだぜ。香水で文字がにじんで読めないですね。怪盗のやつも慌てていたのか。予告状をこんなにするとは見たことがない。確かに私もこんな失敗初めて見ました。どうした怪盗のやつめ。ともかくバス殿を探そう。バス殿の身に何かあっては。先生、バスさんがいつからいないか分かりますか。分からん。気がついた時にはすでにな。ということは行動範囲を絞り込むのも難しいですね。これは骨が折れそうだ。あ、君、バス殿を見なかったか。バス様ですか。先ほどお会いしたというか。それはどこでですか。ホールの近くです。どこかへと走るバス様とぶつかってしまいまして、お恥ずかしい話なのですが、
バス様とぶつかった拍子にスープをかけてしまい、スープを、色の濃いスープでしたので、お洋服を洗濯させていただきたいと申し上げたのですが、大変急いでおられる様子でお話しする間もなくどこかへ行かれてしまいました。他に何か気づいたことはありますか？いえ、これといって見落としたことはあるかもしれませんが。なるほど、ありがとうございました。バスさん、そんなに急いでどうしたんでしょうか？それほど遠くには行っていないはずだ。まずはカジノ邸の中をくまなく探そう。あの人は俺の恩人だ。何かあっては困る。行くぞ。やったなって。サイドオーダー。大事ないか、我が信徒よ。どうやらバスさんの目撃者は他にも何人かいるようです。証言を集めよう。バス殿の足取りがつかめるはずだ。やれやれ、金持ちのおっちゃんどうしちまったってんだ。バス様ですか？はい、お話ししましたよ。確か従業員の控え室だったと思いますが、お召し物が汚れてしまったとのことで着替えを探してらっしゃいました。事情があって部屋にはお戻りになれないということでしたので、よく似た服をお渡ししたのですが、バス様はその場でお着替えになられて、お召し物は脱ぎ捨てていかれました。バス様が着ていらしたものですか？あまり細かいことは覚えていませんが、ワインのシミがついていました。ワインのシミは放っておくと落ちなくなってしまうので、他の従業員に渡して洗濯させています。ポケットの中にはお財布やお部屋の鍵などがありましたので、早くお返ししたいのですが。なるほど、貴重な情報ありがとうございました。バスさんはかなり慌てていたようです。あちこちに痕跡を残していますね。これをたどればバス殿の行方がわかりそうだな。はい、のんびりはしていられませんね。次に行きましょう。大事ないか、我が信徒よ。何かあったんですか？実は掃除の用意をしていて、魔物たちが暴れて散らかりましたから、バケツを廊下に出していたら走ってきたバス様がそれにつまずいて。
血の水を浴びてずぶ濡れに。おいおい、あのおっちゃんずいぶんそそっかしいんだな。私謝ろうとしたんですけど、耳を貸してはいただけず、バス様はどこかへ行ってしまって。そのバケツ事件が発生したのはどこですか？掃除用具を置く倉庫みたいなところです。なるほど。他に変わった点は？そういえば胸に血がついていました。あ、怪我をしているのか、バス殿は。でも今にして思えば、あの赤さ血じゃなくてワインだったのかも。まったく、それならそうと驚かせないでくれたまえ。バス様ですか。随分と慌ててらっしゃる様子でしたが。目撃されたんですね、バス殿は。ええ、私がラウンジでお客様にお酒を提供していたところ、滝のような汗を流しながら肩で息をするバス様が、見かねた私はワインを一杯お渡ししたのですが、よほど慌てていらしたのか、バス様はグラスをつかみ損ねて、お召しになっていた純白のシャツがまごうことなきシンクに染め上がりました。すると焦りが頂点に達したのか、感極まった様子で何か叫んでおられましたね。なるほど、ワインがシャツに。結構な範囲で聞き込みしたけどよ、やっぱりあの金持ちのおっちゃん随分な焦りようじゃねえか。スープにワインにバケツの水だろ。めちゃくちゃになってどうしちまったんだろうな。ああ、聞いているこっちがいたたまれなくなってくるほどだ。バスさんが行動できそうな範囲ってそろそろ調べ尽くしましたかね。一通り聞き込みが終わったら情報の整理をしましょうか。うん、じゃあ仕上げの聞き込み一丁行くか。大事ないか、我が神。